お、来た来た来た。はい、どうもブラックパンダです。今回はゲートウェイ NV53A のジャンクをやっていきます。よろしくお願いします。ハードオフで約1500円で購入しました。動作未確認のジャンク PC です。 DVD ドライブは抜かれていました。このノートパソコンにはラデオン HD4250 が搭載されているようです。詳しい性能はちょっと調べてないので、気になる方はお調べください。それでは動作確認をしていきます。画面には映っていませんが、通電ランプ確認しました。あと安定化電源の数値を見ると、まあなんか普通に起動しそうな感じですよね。それでは電源ボタンを押してみます。はい、普通に電源入りましたね。しかし CPU ファンの回転がすぐ止まって画面が出ません。そういえばメモリを挿すのを忘れていました。こいつをぶっ刺してもう一度動作確認してみましょう。はい、さっきと一緒の症状ですね。ジャンクです。 CMOS 電池を発見しました。こんな感じでハンダ付けされてるタイプは初めて見ました。電圧を見ると 2.5V なんで交換した方が良さそうですね。一度ハンダを外して CMOS クリアを試してみます。これで直ればラッキーですけど、動画のネタ的にはちょっと困りますよね。ピンセットを使ってプラスとマイナスを数十秒ショートさせます。一度仮組みして再度動作確認を行います。はい、ダメです。またファンが止まって画面が出ません。全部分解して調べていきましょう。はい、それでは電圧をチェックしているんですが、まず入り口の 19V は、まあ、もちろん OK ですね。今触ってるのが最初の MOSFET です。まあもちろんね、電源が入っているので、まあこの辺は大丈夫でしょう。今チェックしているところは電圧出てませんが、おそらくバッテリー周りの回路なのでこれで大丈夫なはずです。すいません、ここちょっと映ってませんでしたね。今コイルにテスターを当ててます。 5V と 3.3V を確認することができました。続いて裏側を見ていくんですけど、今当ててるところがさっきのコイルの裏側ですね。 MOSFET から 3.3V と 5V 出力されてます。次はマイクロスコープを使って損傷がないか確認していきます。画面酔いする方は飛ばしていただいて大丈夫です。結論から言うと損傷などはありませんでした。まあ、あの動画の尺稼ぎっていうわけでもないんですけど、なんかこういう映像があると修理っぽいなと思ってちょっと入れてみました。あと、まあ、あのせっかく買ったんでね、ちょっと使ってみたいなっていう気持ちもあったんで、まあ、まあ、そういう感じです。まあ、本当はこういう、顕微鏡を使った映像なんかは左上の方にポップで出して、で、あの右上の方には安定化電源の数値や、まあ、テスターの、ね、数値なんかを表示したりしたいんですけど、まあ、そうですね、あの PC リペアさんみたいな感じで
本当はやりたいんですけど、ちょっとそのやり方がちょっとわからないんで、っていうかそもそも僕パソコン使えないんで、携帯で撮影して携帯で編集してるんで、まあちょっとその辺もね、今後の課題ですよね。まあちょっとパソコン修理してんのにパソコン使えないっていうのもちょっとあれなんで、まあこれから勉強していきます。あと、この動画を編集している時に登録者数が300人を超えました。皆さん本当にありがとうございます。まだまだど素人でめちゃくちゃですけれども、頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いろいろ調べましたが、この症状っておそらくこいつが原因だと思います。 GPU のハンダクラックですね。まあ、最初は画面不良が起きて、いずれは電源すら入らなくなるようなことを他の投稿者さんの動画で見たことがありまして、今扱っているこのジャンク PC は、まあ、そのまあ電源が入らなくなる一歩手前だと思います。なのでこのジャンク PC も GPU のハンダクラックだろうと推測してリフローにチャレンジしてみたいと思います。しかしリフローはあくまでも延命措置と言われていて、まあ、これを修理と言っていいのか分かりませんが、今回は画面が出ることを目標にやっていきたいと思います。始める前に養生をして余計に壊さないように保護をします。今回このアルミテープを初めて使ってみたんですけれども、まあ、結果から言うと熱で粘着がベタベタに溶け出して、まあ、ちょっと清掃が後々大変でしたね。次はヒートガンを使ってフラックスを中まで浸透させます。以前ですね、リワークの練習をしようとして、マザーボードのチップセットの取り外しをしてたんですけれども、その時にこの作業をせずに、適当に熱を加えてやっていたら、チップセットが破損して、マザーボードもダメになりました。なので、この作業はしっかり行った方が良さそうですね。ヒートガンを当てる前にプリヒートでしっかり基板を温めておきました。いきなり熱を上げるとまたチップが破裂したりしそうな気がしたので、まあ以前のトラウマですね。徐々に熱を上げていきます。それではリフロー開始。出荷時のハンダっていうんですかね、最初からついているハンダって結構溶けにくいので、高温で4分ぐらい炙りました。まあ、さっき言ってたこととはちょっと矛盾しちゃうんですけれども、ここは思い切って加熱しないとハンダが全然溶けません。そしたら洗浄して動作確認をします。お、来た来た来た。組み立てて再度確認をします。ゲートウェイのロゴが出てちゃんとバイオスにも入ることができました。無事、修理完了というか、まあリフローなんでいつ症状がまた出るか分かりませんが、素直に嬉しいです。この GPU のリフローってジャンカーの登竜門的な感じがあるじゃないですか。まあ、今回ちゃんと成功させることができてよかったです。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。